っちゃ。こんにちは、おりゃーということで。なんでさ、びっくりするじゃないの。うらーって。迫力ないなぁ、お前。これで、ないですか。うらーって。いや、久々の、ちょっと警告試合というか。あ、そうだな。ありましたね。DeNA とヤクルト。そうです、20日のヤクルト DeNA 戦。はいはい、これ DeNA の宮崎内野手への指揮をめぐって、ちょっと乱闘寸前の、はい、まあ、警告試合になったというところで、これあのヤクルト側が3四球を、まあ、牧選手だったり、まあ、主力選手ですよね、佐野選手 で宮崎選手のところでちょっと宮崎選手が詰め寄りに行きそうになり、まあ、あの宮崎は代表して怒ったんだよね、はい、あ自分が当てられたからって、うん、もうあのスライダーが抜けたっていうのも分かってるし、はい、わざとじゃないっていうのは分かってるけど、うん、でもやっぱここら辺で言っとかないと当てられ損というかさ、はい、自由に投げられるのも面白くないじゃん。そうですよ、ね、当ててもいいから厳しいとこ行けって、うん、当たってるわけだからさ。原理そうですね。いやそれはちょっとお前もう少ししっかりした投球してくれっていう、そういう怒り方だからさ。あ、そういうことですよ、ね、だから宮崎は別に痛いからカットしてたと思うけど、あれがスライダーで狙ってるとかわざととか、うん、そういうことは思ってないよ。そうですよね。ただくさびを入れとかないと、まあ、ヤクルトって昔から野村さんが監督になってから曰くあるんだよね。多いですよね。多いんだよ。そうなんですよね。厳しいとこ行けとかさ、はい、だからそれは戦ってる以上わざとじゃなければ仕方のないことっていうのはみんな分かってるんだけどね、はい、だから宮崎が代表して怒ったという感じですね。そう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 。ただ佐野のは痛かったぞ、まあ、あら膝。いやそうですよね。それはね本当に、はい、それは痛かったと思う。いやでも久々の、まあ、乱闘って乱闘寸前ですけど久々でしたね、見るの。まあああいう姿はあんまり見ないよね、はい、まあ、仲いいからなみんな。あ、今そうですね、一緒にキャンプやったりとか、うん、そうですねっていうごめんごめんみたいな。何ですか。いや、ライン、ライン、あ、ライン、あとでライン、あ、ラインするから。確かに昔はもっと多かったですからね。僕はもう今度はよいよい行くぞみたいな走り回ってたじゃないですか。まあ、そう走り回って肉離れしちゃってな、コーチがえ、その追いかけるか走るかなんかで、ファンも久々にちょっと乱闘寸前のを見たとか、ああいう時ってどの選手が割って入るんだろうとか、どういうコーチが出てくるんだろう。石が熱くなってたね。あ、本当ですか。拓郎が、元ヤクルトにもいたじゃない、はい、お世話になってんだよ、うん、なんで拓郎が、まあ拓郎がやっぱ選手を守ろうとはしたんだろうけど、うんうん、珍しいなと思って、ね、結構熱くなるんだなと思って。お、珍しいシーンだったんですね。そうそう、でブルペンからこうね出てきてたけど、はい、もう全く切迫感ないよね。いや全くそうですね、切迫詰まってみんななんか何行ってみる、行かなきゃいけないでしょみたいな。別にすること、ね、行かなきゃ罰金だから。昔そうでしたよね。そう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 。だベンチに残ってちゃダメなんですよね、ああいう時って行かないと。だからマッサージしてるピッチャーなんかも行くんですか、慌てて行ってたよね昔。ユリアムとかやったんだよね。マッサージも。いやいや罰金だから行かないと。いや登録されて、まあ、出番が後半の投手なんかは、うん、試合が始まってからマッサージ入れるんだよ。ああ。じゃないとそのもうマッサージ室がいっぱいだからさ、うんうん、そういう順番を待ってね、試合が始まったらもう誰も来ないから、はい、ちょっと2、30分パッと背中をこうマッサージしてもらってるとか、はい、温めてるとか、まあ、そういう選手はいたけど、もうそういう選手もうわーちょっと出てこないじゃないかと思って、行かなきゃいけない。ユニフォーム、ユニフォーム来てわざわざ大変ですね。そうそうそう。でも昔の乱闘っていうと殴り合いとかあったな。なんか日常茶飯事でしたね、そんなのが。そうかな、まあはい、そんなに多いっていう感じはしないけど、外国人ピッチャーとか、あー、まあまあ多かったな。なんかもうバカすかバカすか、あと蹴ったりとか、まあ、蹴りはあるよな、はい、わーっとこう団子になった時は蹴りだよね。蹴りで、いや言ってましたよね、誰が蹴ったみたいな。そうそうそう。で、あとずーっと逃げ回ったりとか、あの、唾が飛んでくるとかね。やだな。大砲が誰の唾これ誰の唾とか言ってたけど必死に言ってたけど、まあ今は WBC とかさ、はい、まあオリンピックもそうだし、プロだけでチーム組んだりとかさ、はいろいろあるからね、まあそういうつながりでみんな仲良くなったりだとか、うん、そうですよね、まあそれを中心に仲良くなってるとかさ、はい、まあ結構あるからそんなになんないよね。
いつぐらいから減ってきたの、なくなってきちゃったんですかね、乱闘って。しちゃダメよっていうのがなんか教則であるんですか。だから、いやいやそんなことないけど、まあまあそれはあるよ、うん、それは乱闘とかそういうのはやっちゃいけないっていうのはあるけども、うん、アテネオリンピックが終わってぐらいからじゃないの、2004年。なんかきっかけは、いやだから その時から全日本は全部オールプロになったから、あ、そういうので多分なくなってきたのかなっていうような感じがするけど、少ないというかほぼないですね。見たいの、私なんかちっちゃい時それがすごいエンターテインメント性を感じて面白かったです。うわ出てきたとか。でもまあ面白いよね、はい、こっちではさ、いいっていうかふざけ合いながら、はい、こっちでは真剣にこんなんだって真剣に言って、まあ、そう、あの温度差が良くないよな、あれが面白いなあ。そう温度差が良くないよ、みんなもうメジャーなんか半端ないからな。いやちょっとメジャーは怖いですね、逆に怖いよな、怪我するんじゃないかとか、選手生命大丈夫みたいなぐらい腕振ってくでしょ。いや本当にあの入ってるので、ね、怖いな。それでもメジャーも少なくなったけどね。よく高さん被害に遭われたことは、もうボコボコだよお前知ってるで言ってるだろあのチンプレーゴープレーでもあるんですよね。そう、いやセカンドランナーでツーアウトでこう取って帰ろうとしたら足払い食らってな、あの外国人選手、そうそうブリックスっていうやつが、はい、で豊さんがボコボコだよ。豊さんはそれは切れるところじゃないですか。俺はそうだよ、向こうが切れてんだから豊さん、みたいな豊さんが切れたんですか先に。いやだからそんなことされるからボールぶつけてやろうかなと思ったけど、はい、まあボールはまずいなって考えた瞬間からボコボコだよ届かないみたいなボッコボコだよ。でなんかうわーってなって、はい、本人たちは倒されるんだよね。そうですよね、周りが来るんで。そしたらなんかね、その時山下さんだったかな、はい、ガーって引っ張り出してくれた。よかった。そしたら田代さんがこうなんかやってて、うん、そしたらなんかわーってなって、はい、で退場だって俺が。ユタカさんも退場なんですか。いや向こうも退場になったけど、ふざけんなよ、なんだ俺が何したんだよみたいな。そうですよね。怪我はされなかったですか。でも全然大丈夫、ボコボコにされても大丈夫だった。強靭な肉体だったんです。でも家に帰ったら顎が痛いなみたいなちょっと興奮冷めたらやられてるなやっぱり当たってたんですね。そうだからそれで覚えたよ、興奮状態は痛くないっていう。あ、だから選手も当たっても興奮状態だよね。終わって家に帰った時、なんか冷静になった時に、あ、顎行ってみたいなそれはあった。そうだったんですね。あとね、あのうまくかわしてずっと逃げる選手もいますもんね、外野まで、うん、はっはっは入らないな。いやだけどもうやるんだったらやっちゃえと思うよけどな、逆に行けみたいな。もう宮崎もスピード出せないからねちょっと体足がそうですよね。一応威嚇はするけれども、でも体いいからゴーンって入ったら不当かもな、宮崎だったら。あ、相手が。そうですよね。あと誰に行くかっていうこともありますしね。いやでも久々のちょっと乱闘寸前だったので、まあ、久々に見たなという感じでしたけれどもね。まあ警告事案にはなりましたけど。興奮したの。ちょっと物足りなかったんですよ。そうか、もうちょっとゲームで。そう、あの昭和気質なんで、 あってはねいけないことなんですけど。いや、あってはいけないよな。はい、もちろん。あってはいけないけど。あれを知ってる身としては。なあ。はい。昔なんか清原なんか当てられたらバットブワー投げて、ケツでやんのあれなんつうの。あのお尻でゴーンってそうあのジャンプしながら行くやつですよね。そうはい、あります、あります。それやったら逃げてたからな相手がいや清原が、あ、清原さん、ね、味方のところに、あ、やばいと思って。いやそれはね、一人で行ったらやばいよ、捕まったら。そうです、ボコボコにされますもんね。そうそうですよね。でもああいう時にね、どの選手がどこにいるとか、誰が止めに入ってるとか、こう村上選手がここにいたとか、ファンはそういうの探すのも楽しいので。いや、ブラックスっていたんだけど、昔ね、はい、ベイスターズの時にね、はい、それ YouTube に出てたんだよ、なんか。いや、それでこの前見たんだけどさ、いや、いい思い出があるよみたいな、はい、で、乱闘の話になって、うん、あれはちょっと今でも覚えてるけど、角には悪いことしたよみたいな、うん、乱闘騒ぎになってさ、止まらないんだよで、エクササイズが好きだから、まあ、当時から50キロぐらいのガンガンやってるわけ、マッチョ片手だよぐんぐんやってるわけ、はい、だからもう俺なんかかって首に根っこに捕まって止めようと思ったら、もうなんかタコの足みたいになっちゃって俺がこうやってビヨーンって乗っかっておんぶされて、そうそうそう、そのぐらいパワーあったから、
で、その時に大砲が、うぅ、つぶぐ、つぶぐ、みたいな。知れへんよ。その時だったんですね。今となってはいい思い出になってるな、みたいな。やった方も。でも前日も俺は当てられててね、みたいな。うん、ちょっとナーバスになってたんだ、みたいな。あ、すぐナーバスね、使いますよね。まあ、そういうこともあるよね。そうですね。これがね、ちょっと遺恨事案にならないといいですけどね。なんないなんない。大丈夫ですか、次の今の人たちはなんないよ。まあ仲いいし、そっかそっか、 LINE でね、ちょっとすいませんとか、ごめんねみたいな、言っとけばあれですもんね。いや、ちょっとね、久々にあの乱闘寸前の試合があって、ね、まあ、ファンもちょっとね、それであの湧いてたので、賑やかに。それがさ、横浜始まって以来の最多の数でしょ、お客さんの。はい、そこではやったの。もうたくさんの人が見てるね、中で。もっと入ったらもっとヒートアップする。しないですね。そんなことない、そんなことはないですね、はい。